松井茂松井茂から1945年9月9日は日本の内務官僚、政治家、法学博士、属籍は東京氏族。1866年広島県広島市、猿学町を生まれ、有林の長男、広島尋常中学で柴野隆和、玉池桜と同級。1880年父親の転勤で丸亀に移り、 翌千八百八十一年上京。ドイツ学協会学校、東京大学予備門を経て千八百九十三年。東京帝国大学法科大学六法科卒業。引き続き法科大学研究科で、警察法を研究。日清戦争直前の千八百九十三年内務省、入省。警視庁四谷警察署長を振り出しに、香川県警察部長、警保局刑務課長、 警視庁、第二部長、兼任内務所機関、兼任消防署長などを経て1905年、警視庁、第一部長となり日比谷焼き打ち事件の地圧式に当たった。1906年、警察の本領マイナス一名公衆と警察を表し、民衆を警察の側に近づける努力をすべきであるという主張を明確にした。この間、後に、有松秀吉が大成させた。 行政執行法の前進法たる、警察基礎法、その他、警察監視法案、重法火薬法案の立案に従事したほか、警察監獄学校、警察協会、第二本消防協会設立、国技管建設などに関与。また、将棋取締規則問題などに奔走した。1907年には韓国内部刑務局長として、 植民地警察機構の整備を図り対韓政策に尽力。丸山重とらと協議士警視庁新設等韓国警察機構の立案を担当。1910年韓国政府より、君一等に助せられ、八景小玉物与え。同年、穂積八日の推薦により、内務官僚として、初めて法学博士の学位を得る。1911年静岡県知事。 1913年、愛知県知事を歴任後、1918年、警察公衆所創設起きとし、翌1919 19年、警察公衆所長となる。1918年に起きた米騒動の鎮圧で、警察の弾圧、検挙活動が民衆の反感を招いたが、松井は国民の中に警察と協力する自衛思想を持たせること。 国民警察の思想の注入こそが必要と、精力的に各地で講演を繰り返した。また警察公衆所長として、警察幹部の国々に情熱を燃やす。それまでは、警察幹部を要請する国の大方針がなく、警察学校は何度も廃止になったり、私立学校であって、その整備は場当たり的だった。しかし、 関東大震災の影響で組織は縮小され1924年度、公衆所顧問となるが、松井が理想とした国家による警察教育制度の確立は、戦後の警察制度改革で実現された。1934年貴族院直選議員。大礼市事務官、警察協会副会長、消防協会副会長、警察協裁組合審査会議長。 中央社会事業協会理事、社団法人、赤十字社理事、公民会長、国民精神総動員中央連盟理事、大日本警防協会副会長、内務省防空局参与など、多くの要職に就く。また警察と消防に関する膨大な著書、論文を、生涯の仕事として残し公民警察を衝動した。1920年君一等随法省授与。 戦前の代表的警察官僚で警察法の立法に努め、1900年の警視庁、第二部長時代には道路取締り規定の作成により道路交通法の左側通行を導入。また、1901年から翌年まで欧米各国を巡歴し警察及び消防を視察、救助はしご車の輸入や救急自動車の導入に尽力すると、日本における警察と、 消防行政の基礎を築いた人物である。1945年9月9日死去。去年80、築地本願寺で警察消防葬が行われた。勲章等外国勲章廃用隠居。ありがとうございます。